私は都内の某学校に勤める教師で、学年主任を任されています。担任を受け持っているクラスに一人、1年以上も登校拒否の生徒がいて。担任の渋谷です。いきなり訪ねてごめんなさい。少しだけお話しさせてもらえませんか？ありがとう。今日はいきなり来ちゃってごめんね。でも元気そうでよかった。太一くん、もうずっと学校来てないでしょ。だから悩んでることとかあるなら聞きたいなって思って。迷惑なのはわかるんだけど、待って、少しだけでいいから話そう。これ読んだよ。俺さ、別に悩んでて学校行かなかったわけじゃないんだよ。それよりもさ、もっと楽しいことに夢中になっててさ、でも先生のことは気になってたんだよね。